オオカミ登場、漫画通りの派手なアクション、そして大逆転劇を見せてくれるか。はい、和田隆夫です。今日はですね、この北海道吉野本店の味噌ラーメンを作っていきたいと思います。で、今回はですね、今のスーパー GT の先駆けで GT 選手権というレースが始まったんですけど、その時の、ランボリーニカウンタックでサーキットの狼で有名な池澤聡先生と一緒にレースをやらせていただきまして、その模様を笑い話と一緒にラーメンを作っていきたいと思います。初めてご覧になる方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、行っていきたいと思います。食べついたんですね。食べついた。今日のパッキングはですね、バーカー、安全なゆで卵ですね。爆発しないゆで卵。それとコーンですね。コーン。カニ風味のタラバ。なんちゃってだな、これも。なんちゃってタラバ。これ何これ、かまぼこ。あ、それでね、それで、そうそうそう、それで、1994年にスタートした、GT レース、今のスーパー GT の先駆けですね、GT レースに、これまたね、笑えるんだ、GT レースに出るんで、カウンタックを持ってくるから、池田さんと一緒にレースやりましょうっていう話になって、スポンサーさんがカウンタックを持ってきてくれたんですけど、これがね、笑っちゃうのはね、関車から落っことしちゃったから関車から落としちゃったんで、直してこれレースに使えないですかって言うんで、それをレースの、まあ、一番最初の、94年の GT レースはいろんなマシンがバラエティに飛んでて、 GTR とかスープラとか、あと外国の車ではフェラーリとか、あとランボルギーニも参加したら面白いんじゃないかっていうんで、参加したんですよ。そしてこちらがカウンタック高橋さん、アイルティーピーカーが共演するレースということですが、ファンの方もね、このカウンタック見た方ワクワクしてるでしょうね。関車から落としちゃった車をね、持ってきて、こう言っちゃっていいのか悪いんだが、これは本当裏話なんだけど、急遽作ったマシンなんで、ほとんどノーマルだったんですよ。ご覧いただければ分かりますように。続いてはですね、池澤聡さんです。よろしくお願いします。どうも。ね、さあ、このカウンタックを選んだ理由というのをお聞かせ願いたいんですよ。選んだ理由、僕の漫画そのものだからです。死になぐらいの状態なんで、とりあえずレースに出られるね、装備をつけたということなんですが、まあ、それにしては思ったよりはいってるんじゃないかな。じゃあこれからの熟成が楽しみということですね。体重も今200キロほど多いんですよ。まだ200キロの半径を背負ってるようなものですから、まあ、そういう意味ではこうある程度楽しみがありますよね。今日は全然バッチリだな。あ、そうだ、のりもある。トッピング、のりも追加です。でね、どこまで話したっけ、その落としちゃったカウンタックを使ってレースをやりましょうって、ほとんどノーマルなわけですよ。ちっちゃいリアウィングつけて、太いタイヤ履いて、それなりにレーシングカーっぽくなったんですけど、ブレーキとキャリパー、ローター、この辺が全部最初大急ぎで持ってきたもんですから、フルノーマルだったんですよ。せめてブレーキパッドだけエンドレスの、レース用にして走らせてもらったんですけどね、なかなかやっぱり容量が小さいんでね。さあ、ランボルギーニですけれども、和田選手がただいまドライビングしております。ドリンクホルダーに氷を入れてます。和田さんが呼んでますので、ちょっと行ってみたいと思います。和田さん、どうしたんですか。いやー、ちょっと付き合い方真似してさ、カウンター切って走ろうと思ったらドリフトは難しいよ、これは。レース中で、ね、こんなことを考えてドライブしてるドライバーがいるでしょうか。なんかトラブルでもあったんですか。ちょっとね、フロントから振動出てるんで、また直していきます。あ、やっぱり和田選手が言うように、ブレーキもちっちゃいし、キャリパーもちっちゃいし、これじゃあやっぱりレースすらギンギンにいけませんね。和田さん、ニコニコして乗ってますからね。麺は
おなじみの細麺ですね。で味噌はちゃんと温めておきます。これをちょっとして、はい、入れます。で、それなんだっけ、ローマルで、そうブレーキとかノーマルでやっぱサーキット走行はねブレーキきついんですよ。とりあえず大急ぎで作ったマシンでしたんでね、デザインさんと2人で楽しくレースをやらせてもらったんですけどね、笑い話というか裏話というかね、その車を落としちゃったけど、まあ、それね、あのマシンは静岡のプライエンジニアリングというところのプライさんが全部きれいに直して全く分かんない状態で持ってきて、みんなを新車じゃないですよね、もう昔の車ですからね、こんないいタウンタックレース走っちゃっていいのって感じだったんですけど、ストレートはね遅くてね、コーナーはね一応車高を下げて走ったんですけど、運転してるのはもうコックピットがすごい狭いんで、ヘルメットかぶって乗るともうロールバーにヘルメットが当たっちゃうんで、こう首をかしげながら乗らなきゃいけなかったというね、大変なマシンだったんですけど、駅舎から落としちゃった車をレース用にしようっていうのは、レース用に使っていいですよって車両提供していただきまして、それでレースやったんですけど、めっちゃっていうのかな、ちょっと分かんないですけど、とりあえずね、まっすぐ走りましたし、一応全国のねサーキット、富士を5月のサーキットを走ったんですけど、なかなか人気で珍しい車が走ってるっていうのがね、人気ありましたね。世界初のもともとランボルギーニはレースやらないっていう方針でいたみたいなんですけど、そのカウンタックがあるからレースやっちゃおうよっていうことで走らしちゃったんですけどね、結構それから次の年にはもうちょっと戦力上げようってんで、ランボルギーニディアブロを、それは95年ですね、95年からはランボルギーニディアブロに、ちょっと、もう時間が過ぎちゃって、もう油断あっちゃって、しっかりきてるね、しっかりきてるときに、時間をスープを入れて、この間ね、スープ後から入れたんで、そういう順番をね、今日は完璧で見ようと。なんちゃってさらばは、半分、この安全な球を。爆発しない球が、この間爆発しちゃったんで、味噌バターコーン、味噌バターコーンってある、味噌バターコーンっていいの、塩バターコーンは聞いたことあるけど、海苔忘れちゃってね、海苔をトッピングします。はい、出来上がりました。では食べていきましょう。はい、出来上がりました。味噌バターコーン、タラバ、卵、海苔トッピングです。はい、美味しくいただきます。ご覧いただきまして、ありがとうございました。